し行け。このなんか誰やっけ、あれゼリーやっけ、スライムやっけ、スライムかな。なんか目だけのはまだいいんやけどさ、鼻だけとかちょっと嫌よね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速出発していこうか。ほい、じゃあ今回もこの4人でやっていこう。なんかあれやね、私とキャンディーさんがまだちょっとつながってないのかちょっと見事に四角い感じになっとるけど。ほい、それじゃあちょここの道でさ、あの確かこの二手に分かれるのがなんかゲーム系やった気がするんよね。で上側がなんかスイッチやったんかな。だからそっちにもちょっと行ってみたいと。あ、そうそうそう、スイッチとゲームだ。ゲームの方に進んだけん、このスイッチの方にも行ってみます。さあ進んでけ進んでけ元気だね、みんな元気、大丈夫よ。ん、怪しいスイッチを見つけた。入れない入れないにしたらこっちの道に来た意味ない気がする。入れよう。お、なに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 、宝箱。あ、なるほどね、宝箱への道が、隠された道が開いた。やったねやったね。まあね、わざわざこっちの道に来て、こっちの道に来てあのスイッチを入れない意味。よし、頑張っていくぜ。え、だいぶレベルを上げてきたけんね、あの苦戦していたバンシーたちもだいぶ楽に倒せるようにはなってきたと思うんだが、いいね、ジャンプ、イエイイエイ、やったね。しかし体力が少ない。キャンディーさんがまだ体力少ないよね。キャー、お、準備完了。キャンディーにいいとこ見せたい。いいぞいいぞ、この連続攻撃はねだいぶ助かるね。笑うが一番、笑顔でいこうね。もう今なら別に余裕だねって言っても許されるこの間の動画の時はまだ全然余裕じゃなかったけん、めっちゃギリギリでねギリギリで倒していくっていう。バンシーの涙。よし、まああとは宿屋を目指していくだけ。クソ、手前でも出るかこれ一応さ、なんか敵が出てくるポイントは毎回一緒やったよね、決まっとったはず。よし、めっちゃキラキラお目目やった。このさ、なんか目だけの子たちっていうのは口は取られてないってことなんか目だけ取られたってこと。じゃあめっちゃ喋るやん、うるさくないいやーどうしようみたいなの絶対永遠よりよね。あー、それなら口まで取られて無言でいてくれた方がいいやひどいけど無言で追ってくれた方がまだね、周り的には。よし、いいぞ、あと一人、イエイ、やったねやったね、みんな強くなったねやった、イエーイ。はい、宿屋に到着。さあそれじゃあ、よし、おはよう。ん？部屋移動でもする？ゆうかの部屋に行きたいな。そこ、あゆなじゃないんだね。はい、それじゃあ、ちょっと、ゆうかさんの部屋に、連れて行きましょう。じゃ、こっちの二人一緒の部屋にしておこうかな。はい。思い出は熱く語っている。ふんふん。キャンプをしていたら、キノコ型のモンスターが現れたと。ん？無反応？無反応で好きレベル上がるの？なんか感想言ったんかな？結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。かわいい。わざわざ報告してくれるのかわいい。はい、それじゃあ料理を。
みんなで食事をしましょう。どうだ。なるほど、そっちのなんか曇りみたいな感じの雲はダメやったんよね。普通の白い雲やったら大丈夫やったんかな。はい、そしてゲームコーナーでルーレット、こっちをね先に回していかなければ。よし来い。おかしなマイクが欲しいです。おかしなマイクをください。黄色よ黄色。あーでもこれも止まりそう。経験値だね。経験値ちょっと、ちょっとか、かなり欲しかったわ。誰にあげても、でもキャンディーさんが一番レベルがね、一番最後の仲間になったから、まだちょっとレベルが、あ、でもちょっとでも結構多いな。この段階やったらまだまだ。はい、それじゃあちょっと当たらんかったけん、さあお小遣いを。え、マイクいらんのかい。はい、それじゃあ水玉の衣、あ、お金が足りない。微妙に足りてない。あとちょっとなのに。なんてこったい。はい、それじゃあ、さあこれで向かいますか。はい、それじゃあ、じゃあまず宝箱の方行ってみようか。さっきのスイッチで開かれた隠し通路が。行くかー。褒めて褒めて、そうだね。いや、褒めてあげて。あ、これ中身誰の？水玉の衣もやった。結局ゲットできたやん。キャンディーがもらった。よし、じゃあ着ていこう。何色がいいかな。私結構毎回同じ色とかになりそう。ピンクでいこう。ピンクでいこう。ほいほい。ほいほいやって。この言葉は私設定してないけんね。よし、行け。このなんか、誰やっけあれ、ゼリーやっけ、スライムやっけ。スライムかな。なんか目だけのはまだいいんやけどさ、鼻だけとかちょっと嫌よ。お、新しい技、ラブコール。みんな愛してるよ。お、みんなさっちゃんが大好きに。よし、これやる気が出るね。みんなのやる気が出ますね。余裕だね。そんな嘘泣き。こっちには通用しないって言おうと思ったら、ゆかさんがめっちゃ影響されてる。でも影響されてるのにしっかりダメージを与えていくあたり。残酷だわ。お、ゆかにいいとこ見せたい。そこさっちゃんじゃないんかい。キャンディーにいいとこ見せたい。お、いいぞいいぞ、頑張れ。あ、でも結構粘るな。お、初めての好き行動を気遣う。大丈夫？キャンディー？これはね、あの、スキルが上がるだけやけんね。お、やったね。よかった。ここの道はなんかあっという間に終わりそうな気がする。お、キャンディーさん、あとちょっとレベル上がるやん。しかし、しかしもう宿屋に着いてしまうと。次ピね。あ、そっか、次ピコ太郎のところって言おうと思ったけど、ピコ太郎じゃないよね、今回。僧侶の服、衣を5種類集めよう。宿屋まであっという間やった、今回の道。はい、それじゃあ、料理を。さあ、お任せで。あー、ダメだったー。ゆうかさんの方だけ見とったけど、このね、トゲトゲシチュー。これがちょっとダメやったっぽいね。あ、でもこれからね、どんどん寒くなってきたらシチューとかの季節になってくるやん。めっちゃいいやん。はい、じゃあルーレットで。お料理ダガーが欲しいです。あ、でも結構全部同じぐらいの割合になっとんかな、これは。あ、全部一緒かな。よし、来い。来い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 。あー、HP バナナになりそうな予感。くそ。くっそ。いやね、回復も大事だけどもね。うん。うん。で、それでさっき、多分誰かしらがお小遣いを。お、二人。これは、キャンディーさんのパワーアップでしょう。銀の杖。買ってきてくださいまし。お、いいね、いいね。輝いてる。これはもちろん、持っていきます。攻撃力と魔力をアップしていきます。
まあ、ゆうかさんのこっちの潮風の装束はちょっとまだ全然買えないから全然買えないから、じゃあ早速出発していこうか。はい、それじゃあこの4人のメンバーで出発。よし、やっていくぜ。ということで、このね、ちょっとわけのわからない。わけのわからない。なんなんやろ、あのキャラクター。行くか。行くぜ、行くぜ。このね、前回はもうここは美食家ピコ太郎。美食家ピコ太郎をやったわけやけど、今回はあれ、何？アニメのキャラかなんかかな？なんかちょっと。ちょっと人間っぽくない感じが。敵に送るだ。ちょ、ピンと来て。ピンと来て。めっちゃなんかシンドリアン顔。どうした？どうした？手応えあり。いいね。いけいけ、頑張れ。大丈夫？キャンディー。お、もうちょっとでなんかまた仲良し度が上がりそうな感じが。いいね。もうみんな結構ね、こうレベル上げで強くなってきたから、ポジティブに行こう。バンシーもだいぶ、まあ、楽勝ってわけじゃないけど、まだ。でも前より全然楽に倒せるように。みんな愛してるよ。みんなさっちゃんが大好きに。お、いいぞ、いいぞ。よし。ゆうかさんだいぶ強いよね。勝利。汗かいちゃったよ。それはしょうがない、動いてるからね。お、キャンディーさんがレベルアップ。リザレクションを覚えた。倒れた仲間一人を目覚めさせる回復魔法。これはめっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。すがすがしい気分。よく聞こえなかった、聞いてあげてよ。聞いてあげてよ。別にそんなややこしいこと言ってないよ。一匹だけだった。お、初めての好き行動を褒める。ゆうかかっこいい。わー。褒められて上機嫌。いいね、いいね。でもこういうね、ゼリーとかが大量に出た時に、大量に出た時のこういうね、全員への攻撃技はめちゃくちゃ役立つ。ハウリングはあれなの？仲間への影響は何もないの？お、来たよ来たよ。もぐもぐ。これは何？なんとまろやかなコク。あ、今の顔可愛かった。しかし、あ、もうなんだなんだなんだ。さっぱりとした後味はまるで平原を吹き抜ける一陣の風。ほら、あのキラキラの目の時可愛い。おや、私は美食家。え、何？誰？なんて読むの？フローイー。わからない。最高の料理に感動しています。この感動をぜひあなたにも。お、やった、チーズケーキゲット。なんでこういう置き方なんやろ。え、あれが普通なの？横に寝かせない？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておこうかな。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。